どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、友人のおもチャンネルタルさんからね、ユニバーサルスタジオジャパンのお土産トミカマリオカートをたくさんいただいたんで、こちらの方見ていきたいと思います。通常のトミカと同じぐらいの箱と、あとね、大きな箱の、2タイプあって、まずは通常サイズの方から見ていきましょうか。まずはマリオから見ていきますね。横にはユニバーサルスタジオジャパンって書いてて、反対側にはスーパーニンテンドーワールドって書いてますね。はい、では開けますね。ではね、袋から取り出して、わー、めちゃかっこいいね、カートね。ここにね、マリオのフィギュアが乗ってて、いや、かっこいいですね。前には M ってね、書いてあって、で、マリオのフィギュア、ちゃんとね、ハンドルこう握ってるんですよ。で、目の塗装とか、あと、ヒゲのところの塗装なんかもね、すごい綺麗ですね。形がね、いいですね。マリオのフィギュアは残念ながらね、取り外せませんね。で、くるっと回して、後ろにはね、マフラーが左右2本出しマフラーとねなってますね。で、底面ちっちゃいタイヤがあるんで、下に置いてね、手転がして遊ぶことができるようになってますね。サスペンション機能とかはついてませんね。次はね、ルイージを見ていきますね。箱横がね、グリーンカラーにこれはなってますね。はい、では開けて、カートの形は、あ、さっきのマリオとね、同じですね。同じなんだけど、色がね、グリーンカラーになってて、ちょっとそこは違いますね。で、前 L って書いてあって、で、運転席にこう、ルイージのフィギュアが乗ってますね。いや、なんか真剣な表情してるね、ルイージね。で、このね、帽子もグリーンカラーになっててね、すごい可愛らしいです。で、マフラーは2本だし、さっきとね、これも全く同じですね、形は。はい、で、底面タイヤがあるんで、手転がして遊べるようになってますね。さっきのマリオと並べるとね、こんな感じで、カートの形ね、やっぱり全く同じです。で、色が違うだけですね。次はね、ピーチ姫見ていきます。箱がね、ピンク色になってて、かわいい色してますね。では、取り出します。カートの色は、ピンク色の、これはね、艶消しカラーになってて、まあ、カートの形はね、またさっきのと全く同じですね。で、前には、これ王冠のロゴかな？ロゴが書いてますね。で、運転してるのはピーチ姫のフィギュアがセットされてます。いいですね、この前にあるこのブローチのところとか、あとイヤリングなんかもあったりして、めっちゃ作り細かいですよ。で、顔がね、なんだろう。なんか真剣な表情すぎて、なんか笑っちゃう。ね、よくできてますけどね。髪型とかポニーテール で、頭の上には王冠がセットされてますね。で、車両の横のとこも上がね、ピンク色になってます。すごい可愛いですね、この色がね。ドレスと同じ色しててね、すごい可愛いです。では次はね、僕大好きなヨッシー見ていきます。箱の横はグリーンカラーになってます。では取り出します。ヨッシーも、ルイージと同じ、カートはグリーンカラーになってますね。フロントカウルのところにこの卵のね、マークがあってかわいい。で、運転してるのはヨッシーです。あ、この靴がかわいいっすね。ちょっと革靴っぽいのがね。で、鼻大きいな。いいね、これなんかかわいすぎでしょこれ。で、目がクリクリで、で、後ろには突起があってね、背中にはね、亀の甲羅がセットされてますね。いや、めっちゃ可愛い、ヨッシーのこの鼻。鼻大きすぎるな。はい、で、くるっと回すとこんな感じですね。あ、この下のところは青色、青カラーになってる。さっきピーチ姫は黄色カラーだった。だけど、あ、微妙になんか色違うみたいですね、この下の色がね。同じね、グリーンカラーのルイージと比べると、あ、ヨッシーの方がちょっとね、明るいグリーンになってますね。いや、微妙な違いだけど。で、あの下のところの色が違いますね。こっち水色で、こっちはかなり暗い青色となってますね。では次はね、キノピオを見ていきますね。取り出します。はい、キノピオのカートは青カラーで、下の方が、黄色となってますね。結構カラフルな色ですね。はい。で、フロントカウルのところに、キノコのね、このロゴっていうか、キノピオかな？キノピオの頭みたいなロゴがここにあって、で、運転してるのは、あ、ちっちゃい！かわいい！キノピオちっちゃいね。ちょっと、なんか大変そう、運転するの。かわいい。頭大きいね、これね。いや、この色もいいですね。白赤カラーとなっててね。かわいい。そう、体小さいからちょっとね、前が見にくそうですよね。ギリギリじゃないですか、これ運転するの。でね、シートもね、大きくて、かなり余裕があります。
はい、で、横サイドのところ青色になってて、後ろから見るとこんな感じとなってますね。では最後僕の大好きなクッパを見ていきたいと思います。いやこれ楽しみ。取り出します。カートの形が全然違う。いやーすげえいいじゃないですか。これかっこいい。ちょっとこうバギーっぽい形になってますよね。前ねライトがあって、でここにクッパのロゴですね。このクッパのロゴもねかっこいいですよね。で、タイヤがすごい大きなタイヤが、セットされてて、で運転してるのねクッパなんですけど、なんだろう、顔がテカテカしてるすごいテカテカしてる。なんか若々しいねクッパがね。で背中には甲羅があって、こう突起がね、生えてるんですけど、いやーかっこいい。背中の甲羅もねテカテカしてますね。なんか体はそんなにね光沢ないんだけど、頭と、背中の甲羅がねめっちゃテカテカしてますね。で、マフラーなんですけど4本出しマフラー、わーすげー、めっちゃ速そうですね。でちゃんとねクッパ尻尾もあるんですよ。はい、で、下から見るとこちらですね。ちゃんとねステップのところに、クッパ足置いてますね。でね見えにくいねこの爪のところなんかもね綺麗に塗装されてて、いやこれは細かい作りになってますね。ちょっとねマリオと比べるとねこんな感じ。カートの横幅はね同じぐらいですね。ただ乗ってるねこのフィギュアの大きさが全然違くて、やっぱりクッパは大きめに作られてますね。はい、で横から見るとこんな感じですね。いやーかっこいいクッパ、いいっすね。カートの形もいいし、またフィギュアもねよくできてますねこれ本当に。では残りはですね大きな箱の方を見ていきますね。こちらねスペシャルエディションって書いてて、そうさっきのよりもねちょっと箱がね高級感ありますね。中にはですねマリオがカートに乗ってるのと、あとワンワンもセットで入ってるようです。はい、で箱の横をねこんな感じ、あユニバーサルスタジオジャパンってねちゃんと書いてくれてるから、これお土産としてもいいですよね。で中に入ってるセット内容がここにね書いてますね。はい、でくるっと回してお値段がこれね1600円って書いてあって、でさっきご紹介したのちょっと箱がちっちゃい方は1400円なんで、200円でちょっと高くなってますねこっちの方が。お土産でもらってこの値段をちょっとご紹介するのは心苦しいんですけど、はい、そんな感じの値段設定になってるようです。はい、では取り出しますね。車両がね透明のケースに入ってて高級感ありますよ。はい、ではパカッと開けて、取り出します。あ、台座が入ってる。まずはねカートに乗ってるマリオから見ていきますね。これ形はねさっきご紹介したのと全く同じだと思いますね。あとサイズもさっきご紹介したやつと同じですかね。あ、フィギュアの表情とかも全く同じです。ではセットのねワンワン組み立てます。台座に、差し込むだけですね。はい、簡単に組み立てれます。目がクリクリのワンワンね。で後ろにこのね鎖がちょっとだけあります。マリオの横にねちょっと並べるとこちらとなってて、まあ、そんなに大きなサイズではないですね。はい、ちょっと飾るのにちょうどいい感じですね。次はねルイージとあとトゲゾウ甲羅の入ったセットとなってます。はい、くるっと回して、ここにねセット内容が書いてますね。では取り出します。カートに乗ったルイージ見ていきますね。こちらもさっきねご紹介した、ルイージと全く同じですね。表情とかも変わんないですね。で、カートの色とか形も、さっきご紹介したのと全く同じとなってました。底面にね、ちっちゃいタイヤがあるんで手転がして遊べるようにもなってますね。セットで入ってたトゲゾウ甲羅、台座に差し込みますね。はい、これで組み立てれました。このね青色の甲羅でねこう突起がいっぱいあってね可愛らしい。これも形してますね。トゲゾウ甲羅のアイテムはトップのカートを、追い込んでで、点灯させるアイテムになってましたね。強力なアイテムでしたよね。では最後ですねカートにヨッシーが乗ってるのと、あとキラーのセットです。はい、で横にセット内容が書いてますね。はい、こちらですね。では取り出します。カートに乗ったヨッシーから見ていきますね。このフロントカウルのところね、この卵のマークがめっちゃ可愛くて、運転してるこのヨッシーの鼻ね、鼻がめっちゃ大きくてね可愛いですね。まあこのヨッシーも、さっきご紹介したヨッシーと全く同じ表情で形同じでしたね。では最後ねキラー見ていきますね。台座にセットします。サイズのねちっちゃいキラーの組み立て完成です。目がキリッとしててかっこいいですね。アイテムでねキラー
ーをゲットすると一定時間キラーに変身して高速で前に進んでいくんで、その時に他の選手とぶつかってカートをね転倒させるっていう、僕が一番好きなこれアイテムですね。こちら友達のおもチャンネルタルさんがお土産で買ってきてくれましたトミカマリオカートを見たんですけど、いや可愛かったっすね。うん、塗装も綺麗でね、あと、セットされてるこのフィギュアもねめっちゃ作り良かったです。トミカはねやっぱり箱がちっちゃいんで、こう持って帰る時にねあんまりかさばんないかな、ちょっと重たいかもしれないですけどかさばらないかなって思うんで、お土産にね本当にちょうどいいと思いますね。ただね今ねパークが閉まっちゃってるんで行きたくても皆さん行けないと思うんですけど、またねこうちょっと落ち着いてこうね行けるようになったらぜひねチェックの方してみてください。でこちらねすごい可愛らしいねお土産をくれたね、タルさん本当にねありがとうございました。また何かね、僕もお土産を買ってお送りします。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。